マックシミリアン・フィリップは、ドイツ・ベルリン出身のプロサッカー選手。ブンデスリーガ VFL ・ボルフスブルク所属。ポジションは、フォワード。地元クラブのヘルタ・ベルリンでキャリアをスタート。2008年テニス・ボルシア・ベルリンに移籍。2012年に SC ・フライブルクに移籍。2014年4月、VFB ・シュットガルト戦で、トップチームデビュー。2015年に、 チームは2部に降格したが、翌2015-16シーズンには、リーグ戦31試合に出場し8得点11、アシストの活躍で一部昇格に貢献した。2017年6月7日、ボルシアドルトムントに完全移籍で加入した。契約期間は2022年までの5年間。移籍金は約2000万ユーロと推定されており、 フライブルクのクラブ史上最高額での遺跡となった。2017年9月18日、ブンデスリーが第4節ケルン戦で、前半2分、ヤルモレンコのクロスに、頭で合わせ遺跡後初得点。後半24分、ダフードのスルーパスに抜け出したフィリップが鮮やかな、ループシュートで、今季2点目をマークした。2019年8月9日、ロシアプレミアリーグ、 FC ディナもモ,モスクワに完全移籍した。2020年10月2日、VFL ボルフスブルクにレンタル移籍することが発表された。2021年6月16日、VFL ボルフスブルクに完全移籍し、2025年までの4年契約を結んだ。ありがとうございます。